しいやつと思われてる。さすがに食いすぎじゃねえって。でも1万円超えますか。50いっていただいて。あ、10分、わかりました、お願いします。じゃあ結構いってる。まあ、3分の1はいった。3分の1いった。3分の1かです。3分の1か。だいたいね、この企画謎の男ありきで考えてた。そうですよね。あれもう浜口さんでしたっけ、あれ、うん、あれ破滅的な企画ですよ。カブちゃん、カブちゃん、これ凍ってるやんか。凍ってるよ。ちょっと俺はお腹痛い。どうですか。これやばいっすよ。これ無理じゃないですか。なんか見送りになってるよ、みんな。もうなんかクリアする気ないですよね。あるあるある。帰ろっか。あんま成功するわけないです。 今のこのペースは浜寿司より楽。まだ、あ、同じくらいきつい。マジで。あん時3人で何皿で50皿、150品中で3分の1。でも1人17歳ぐらいしか調子がいい時の女子。1人50の時点って絶対無理だろ。無理無理。確かに。大悟がさ、余裕とか言うから。寿司なら余裕数とか言うから。あいつすげえ食うイメージ全くないんすよ。言う方も言う方だけど、信じるかもしれない。確かに。じゃあ一家ってなんないですか。大悟死にて俺がバカだったよ。大体今来てない時点で、大体あいつはそんなもんなんだよ。大悟に関して厳しいよ。大学のサークルの時もあいつのバックレリーズは半端じゃなかったよ。愚痴が始まったね。大悟なんかハマってたものが。大悟割と俺かばってたんですけど。みんなすげえ言ってた。俺かばってた。大悟のこと。大悟のこと。俺かばったんです。4回ぐらいはバックれましたもん。学祭とか。事故って。事故ったのと、友達が事故ったのと、実家で椅子を直してたんですよ。椅子を直してこれなかった。全然意味が分かんないです。だから大悟が遅れてきても、もう俺たちの中では、あ、今日もあいつ椅子を直してるんだなっていうことで納得してた。まあ、職人気質だからね。職人気質だから。椅子直してこれないって意味がマジで。椅子直してー俺も。だから今日も多分椅子直してる。どんだけ椅子壊れんの。やっぱ体重が体重最近椅子が無理。もう無理無理。あ、これさ、めっちゃうまいやつじゃない。うまい。食べた。え、食べる。いらない。魚介に入る。いや、なんかすっごい。あ、これね、魚介ヘルプいけるね。魚介ヘルプ。魚介に入る。あ、では魚介ではない。うん。エスカルゴってカタツムリじゃん。食べてみて。魚介ではない。魚介ではない。トッティ。え、トッティ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 。イタリア、イタリア、イタリアか。あ、もうみんな分かんない。終わったもんだ。ごめん、そのボケ分かんなかった。トッティって言い換えられるのがあるの、すっごい辛くて。普通に味の分かる。それ何。プロシュートっす。プロシュート、プロシュートです。ありがとうございます。ミルクアイスの楽しみ。お前さ、お前流しに来てるだろ今。だってでもさ、フォッカチョってあれなんだよ。サイゼリアのフォッカチョっていうのはイタリア人が認める。もう美味しさ。トッティも認める美味しさ。トッティ認めちゃう。ジローラモさんも美味しい。ジローラモさんもあっちい。お、めっちゃうまい。おお、普通にうまい。じゃこれごまかけ。これに今はきついよ。これ3周目はきついよ。これ3周目でも4周目はもっときついじゃないですか。うまい。もう味はあんまり気に入らないというか。あ、あ、ついですけど、
炭水化物よりは入れますよ。パスタよりは。だから皆さんも食べたらいいと思うんですよ。でもね、きつい。やっぱり炭水化物だ。炭水化物きついね。いる炭水化物？いらない。いらない。いらないっていうコメントをしたつもりだったんです。パスタとか、あのこういうタンパク質も、タンパク質、あのもう電池ないわ。終わった。